小泉一馬の小いちゃーんーということではい小泉一馬トークチャンネル略して「こいちゃん」小泉一馬長野市議会議員でありますこれですね削ったよ500万円でかけた1000万円ということで。 何なんんすかねね削ったんでしょう、ね、500万円決算特別委員会っていうね委員会がありましてそこに入れてもらいました25年度の事業をねどういうふうにお金使ったのかそれを審議して決算認定しましょうねでその役割を仰せつかったのが 決算特別委員会です。どういうふうに臨もうかなと思って、一つ決めたのは、事業効果ね。これだけお金を投入しました皆様からをね、頂戴してお預かりした税金をこの事業に投入してインプットして、で、どういう事業のね、効果が上がって市民の皆様に喜んでいただけるような施策ができていたのか、そこを見ようかなと思って、 検査特別委員会に臨みました小泉数馬でございます。これねあのすいませんちょっとね一部分のコピーになっちゃってますけれども、えー、国民健康保険の特別会計から抜粋しました。でねここにねレセプト点検事業移りますかレセプト点検事業ってありますよねでこれが 1,000トンで28万2833円まあ1,000万ちょっとかけてるんですよねレセプト点検という事業にでこれねレセプト点検って何なんだってあのー、医療事務なんかねやったことある人はご存知なんですけれどもレセプト点検のねこのレセプトっていう意味は何なのかっていうと診療報酬明細 なんですよの点検とということです診療報酬明細国民健康保険持ってる方が風邪なんかひいて病気になっちゃったお医者さんに行きますお医者さんが見てくれます聴診器やってねこうやってね見てくれますよじゃああなたは風邪ですからお薬ねここやって出してもらってくださいでこれだけ今日の診察料かかります請求しますよねあの見た方に患者さんにと同時に患者さんからもらうのはもう1割負担でね一部だけだから あーの大部分は国民健康保険から払ってもらわなきゃお医者さんは商売上がったりなんですよ。これこれのね医療行為やったから俺にいくら払ってくださいよっていう書類を長野市の健康保険特別会見に「はい!」ってよすんです。でそれ見て「あのあこのお医者さんこう言ってるけれどもねこれ余分だよね規則に反してるよねこんなにお薬出すことないよね」って。ってやるのが。 レセプト点検で、一番簡単なのはね、これ保険期限切れてるじゃんって、この人国民健康保険だめじゃんっていうのも、あの、レセプト点検の中に含まれていますよね。さっきの話、もっと言いますと、これ、レセプト点検ね、1028万円かけた、かけたのはいい。で、これ、小泉のメモですが、質問したら返ってきた答えなんですよ。減ったのは522万1000円なんです。すいませんね、下手な字でね、走って殴り書きですから。 これねどう思いますだって1,000万円かけて500万円浮かしたっていうけれども要するに500万円損失出してるんですよ点検で。じゃあ最初から何にもやんない方がいいじゃんって思いませんで小泉当然ですどういうコスト意識でやってるんでしょうかねって聞くわけですよそうするとまあ公のことだからね間違いがあっちゃいけませんよね。 まあそれはそうです。まあそれはそうです。それはそうですよね。点検は必要だけれどもだけど赤字になるような点検やってていいのかってことをこつ泉聞いてるんです。でねそれそういうもんなのかなと思って検索してたんですよね。そしたら出てきたのがねこれなんです。これね会計検査院って聞いたことありますよね。あの国のね予算執行の状況後からチェックして、まあ、監査ですよつまり。 そして書類をね報告をしたというものの一部なんです。平成16年度です。でこの時ね市町村のレセプト点検の点検をした点検の点検をしたんですよね。189市区町村におけるレセプト点検の概要ということをやりましてで資格点検にいくら千万十万百万千万一億十四十三億かけてます。 でね、資格点検の効果額が億万円ですつまり40億円かけて106億ね効果があったあこれは効いてるよねってでこのかけたお金よりも入りが入りの方があ <laughs> 違うかかけたお金よりもそうですね入りのお金の方が減らしたコストの方が減ってるわけ要するに入りが増えたってことなんですよ。 で、資格点検っていうのはさっき小泉言いましたよね。あの、国保のね、資格がない期限が切れちゃっているなんて人のことを見るのがこれ資格点検なんです。で、それだけやってもこんだけ浮いているってことなんですよ。で、長野市がやってるのは、ね、実際はここの部分に相当すると思うんですよ。内容点検。レセプトの内容を見ている。で、それもね、市町村全体、日本の全体の話としてはこうなんです。だからね、そう考えると、 長野市が500万円かけだって1,000万円かけて500万円削減しましたってことはいかに異常か今間違えて言いそうになっちゃうぐらいおかしなことなんですよ500万円かけて1,000万円浮かしたのはわかりますよそれ逆なんですよ思った所感がこれですな、はいと事業効果ってすそれなですか みたいなね感じなんですよあのー、行政はねそれはもちろんね売り上げがいくらあって利益がどんぐらいありましたみたいなねリスクこんだけしましたとかそういうものだけじゃない世界だっての小泉もよく分かってますだ、ね、小泉まで県庁の職員やってたから議会の方もねそ事業効果ってところにねなかなか考えがいかないんですよね。で決算特別委員会というせっかくいい機会がありながらそれ いくらかけてその仕事でできててるんですかってそれかけすぎですよねそういう発想の質問ってね小泉がほとんどないですだからねそういう議会も変わらなきゃいけないし市役所の職員も変わらなきゃいけないなそれが小泉がね決算特別委員会に出て感じた一番大きなことです <laughs> だから決算特別委員会ねやってみてよかったなって非常に今思ってます これを今後のね、議会の活動、なんとか生かしていきたい。それが小泉の今思っているところです。今後も頑張っていきますので、どうか応援お願いします。小泉一馬でございました。はい、今日はここまでです。ありがとうございます。